皆さん、こんにちは。佐藤大輔です。佐藤のラジオ、第189回、よろしくお願いします。はい、今回は、えっと、今日、えっと、発表というか、会見があったんですけれども、日本野球機構と J リーグが、新型コロナウイルス対策連絡会議というものを設置したという発表がありました。で、これ、NPB、日本野球機構のコミッショナー、 斉藤敦さんと J リーグのチェアマン村井光さんが共同で会見をしたということです。でこれ会見の様子は YouTube にもアップされているので私も少し見たんですけれども、まあ、今回の会見、まあ、中身が重要というよりも会見をすること自体に意味があるというか、まあ、この NPB と J リーグのトップが並んで会見すると。 いいううこととに意義があるよなな会見だったのかなと私は思いました、まああとねあの言い方を変えれば J リーグも NPB とね並んで会見ができるほどの大きな団体になってきたのかなと、まあ、それはあのー、経営規模だけではなくてね影響力等も含めてっていうことだと思うんですけれども、まあ、この両者が、あのー、肩を並べてというか会見をしたということは、まあ、J リーグにとっては大きい 買ったと思いますし、まああのー、NPB にとっても大きいのかなというふうに思いましたで今回の会議設置の経緯についてこれはあの J リーグの村井さんが説明をしていたんですけれども25日こあ先月ですね2月25日に J リーグが3月15日までの公式戦全試合延期を決定したんですけれどもそれに先立って事前に J リーグ側から NPB 側に、まあ、J リーグとしてはこういう対応しますよという連絡を入れていたと、それと同時に今回のような会議の設置、まあ、どこまで具体的な話をしてたかわからないですけど、まああの、新型コロナウイルスに向けた対策のについて協力をしていこうというお願いをしたと、でこれに NPB が応じた形で今回の設置となったというようですね。 であのー、設置期間というかあのー、まあ結構その何ていうんですかねトピックスとしては大きな話題だと思うんですけれどもあくまでこれ、あのー、設置期間でいうと、まあ、現状今の現状だと NPB は3月20日にプロ野球の開幕で J リーグは3月18日のリーグ戦再開を今念頭に動いているということなので基本的にはその頃までにの えーと会議というか、あのー、期間限定のもの、だからまあ、大体いい20日間弱程度の、えー、と設置期間というようなものみたいですね。で、構成メンバーは、NPB 側はコミッショナープラス12球団の代表者、これは非常に分かりやすいと、13名ですね。で、J リーグは、チェアマンと9名の理事者。 J リーグの理事ですね。9名の J リーグの理事者。プラス、サッカー協会さ。J リーグではなく、サッカー協会から3名参加するということですね。で、要は NPB 側からも13名。J リーグ及び日本サッカー協会側も13名という人数っていうことになるんですかね。で、やっぱりこういうあの会議だったり、その初の試みでしょうし、 なかなかバランスを取るっていうことに苦心すると思うのでまずはそういった意味で分かりやすくあの人数もあの野球側も13名サッカー側も13名ということでねそこにあのアンバランス不公平が生じないようにこの辺はかなりあの配慮をしているんだと思いますで結局この13名っていうのはおそらく NPB 側に合わせたというか NPB はやっぱりあのチームが 全チーム12球団ですからねあの12球団プラスコミッショナー1人ということでただサッカー側はですね J1 から J3 のクラブを合わせると50を超えてしまうのでその代表者全員が参加っていうのはちょっと現実的ではないということであの理事だったりっていうところであの人数を入れてさらに日本サッカー協会の方も入れるというようなことになったんだと思います。で その実,実務部隊というかその会議に3名の感染症の専門家で構成される専門家チームが設置されてでその3名によって情報収集だったり観客チームスタッフの感染予防策だったり公式戦再開についての助言を行ってあの会議でその情報を共有するという仕組みなんだという。 ようで,す、ね、でまあ事実関係としてはこんなところなんですけれどもまあ私としては非常にいい試みなのかなとやっぱりあの野球サッカーあの日本を代表するプロスポーツ競技団体だと思うのでで結局その両者ともね大きなスタジアムに1万人2万人という大きな人数の方が集まって観戦するというところで。 似ているるとところはあると思うのでその調査事項だったり対策っていうのはかなり重複している部分はあると思うので、ね、その両者がねあの情報を共有してあの対策を取るっていうことは、まあ、あの無駄も単純に、ね、省けるっていうことだと思いますしあの話もねスムーズに進んでいく歩調を合わせるっていうことはいろんなところにあのメリットがあるのかなというふうに思います。でただその それぞれの団体、えー、NPB と J リーグが再開だったり延期どうするいつまでとかっていう判断はそれぞれ独自の、あのー、判断を行うと合わせ別に補聴を必ずしも合わせるということではないということですねあのまあただあの先ほども言ったように2つの団体大きな団体がそういう情報を共有したりすることで今後のね NPB だったり J リーグの対応に、まあ、説得力だったり、ね、納得感がまあ生まれやすくなるのかなとここまであのやってますよということなんだと思いますだからあの内容的には何て言うんですかね肩すかしを食らったような印象を受ける方もいるかもしれないですけどもこうやってこういうことをやるんだよってやっぱり NPB のコミッショナー J リーグのチェアマンが2人で並んで会見するっていうインパクトは大きいと思うので 両団体がこういう動きをするんだぞっていう何て言うんですかね表明そういう立場を示すっていうのはあの非常に意味のある会見だったのかなというふうに思いますやっぱり何て言うんですかねあの後手後手ではなくてどこかにまあ当然政府を念頭にないんですけど政府がこう言ったからこうしましたっていうことではなくて自分たちでも情報をあの集めてできる対策は何かっていうことを詰めていって あの先手先手で対策をしていくということなんだと思います。でまあさらにちょっとあの新型コロナウイルスの対策からは離れた話になるんですけれども、まあ、こういうことがきっかけでね NPB と J リーグの交流がもう少し進んでいくといいかなと私は思います。あのもちろんね今回のことですごく劇的にね両者の関係が深まるとかそういうことは ないでしょうし、ょうそんなことは両方とも別に望んでないそういう場ではないのでで、もちろんねこれまでも、あのー、両者交流はあったと思うただそ,のそもそもね日本のプロ野球っていうのは調べてみると1936年からもう始まっているともう90年近くの歴史があるでかたや J リーグは1991年に誕生と、まあ、まだ30年程度弱ですねあのということで歴史も大きく 異なるとでそう考えるとやっぱり J リーグとしては日本でそれほど長くねプロスポーツを運営してきた日本のプロ野球っていうものから学ぶことはやっぱり多いと思いますしまあ両者がねタッグを組むことで生まれる相乗効果っていうのもあるんじゃないのかなというふうに思ってますなので私としてはあのこうやってね両団体が協力するっていうのは非常にいいかなと思っているわけですただただ 全ての野球ファンだったりサッカーファンがその NPP と J リーグの連携強化を望んでいるわけではないまあ連携強化を望んでいるわけではないというか何て言うんですかねもう少しあの端的に言うとサッカー嫌いの野球ファン野球嫌いのサッカーファンっていう方もいると思うのでねあのその NPP と J リーグが近づけば近づくだけいいっていうような単純なものでもないと思いますしその 時間をかけて近づいていかなければいけないっていうところもあるでしょうし近づきすぎてもダメっていう部分もあるというふうに思います。なのでまあ適切な距離感もあるでしょうしその適切な距離感に達するまでかけなければいけない時間っていうのもあるとは思うんですけれどもとは言っても いいい連携が取れる距離感というかね相乗効果が最も生まれるような距離感っていうのはあると思うのでそういった関係をあのもう少しね風通しがいいというようなね関係になっていってほしいなとただ一つあのそういう意味ではあの J リーグがねあの25日に決定を下す前に NPB に連絡を取ってたっていうのはあの思っ外から見てるよりは外から見てるよりはというか私が感じてるよりはあの両団体は 関係がその取れていいるのかなという,ふうにも思いましたただ、は目に見てるとちょっとまだあの両者の距離っていうのは遠い気がするのでもう少しは近づいてもいいのかなと、あのー、思ったりもします。例えばね、こういった会議の設置がいちいちニュースにならないくらいの距離感、まあ、当然、あのー、NPB と J リーグはやるよねぐらいの距離感になってもいいのかなというふうには思います。 で今日からね月曜日、あの3月に入って月曜日、あの休校になった学校も多いと思いますし、あのそういうことも含めて、新型コロナウイルスがね、実生活に影響を及ぼしてきた、呼んできた方も多いんじゃないのかなというふうに思います。で、私なんかも朝の通勤時間、そのなんとなくね、混雑が緩和されている気がします。学生さんが当然いなくなってるでしょうし、時差通勤だったり、あのフレックス、あとはテレワークとか取り入れてるような会社もいる。 でししょうし、まあ、私のところは違うんですけれどもっていう感じですけれどもそのなんとなくそのちょっと朝もあの電車も空いてきてるかなっていうようなことは感じます。であ,あのそれと同時にですね私みたいな怠惰な人間はそのなんとなく世間の停滞感というかちょっと休み半分休み半分は言い過ぎですけど23割ちょっと休み感みたいなのが出てるような気がして。 そそのの怠惰な私はでですすねねうういうものを敏感に感にじ取ってです、ね、仕事への意識がね低下しまくっているんですけれどもまあそれはね私の場合はただのサ,ブサボり癖だと思うんですけれどもとはいえやっぱりこういった自粛の期間が長く続けば続くほどそういった負の要素というかねあのー、経済活動の低下っていうのはやっぱりあると思うのでこういった状況が長く続くっていうのは決していいことではないのかなというふうには 思いますであのー、そういう意味でね今回の J リーグと NPB が取った対応っていうのはねあの政府が言ってくれないからできないよではなくてあの自分たちで調べて先手先手で対策を講じていくその上であのー、どういう対応をするのかっていうことをしていくっていうのはねあのスポーツ界に限った話ではなくてねその他のね、エンタメ業界とかに対しても、あのー、一つの対応を 見本にはななるのかなその規模感が違ったりするので、まあ、あの全てが全てっていうふうにはならないんですけど一つの見本にはなるのかなと思いますしそういうふうになっていってほしいなというふうに思いますなのでこの NPB と J リーグの取り組みが新型コロナウイルスの封じ込めにね効果を上げてで早期に日常を取り戻すとでひいてはプロ野球もそうですし J リーグが通常通りあのプロ野球は通常通りの開幕 J リーグは3月18日のね、再開、予定通りっていうことになるようにね、あの今回の会議があの生きてくるといいのかなという期待をしたいです。はい、今回は日本野球機構 NPB と J リーグが新型コロナウイルス対策連絡会議を設置したということで いうような話をしてきました、まあこ,うこのようにね J リーグもあの新型コロナの対策のために動いているということが見えますのであのこういった取り組みの末ねあの封じ込めがうまくいって18日無事あの J リーグがね再開できるということをあの期待したいなというふうに思いました。そんなところで佐藤のラジオ 第189回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。